大鳥神社は埼玉県河野巣市に所在する神社、河野巣塾の珍樹である。旧社家具は孫社。毎年12月4日には境内にて鳥の市が開かれることでも知られる。河野巣塾の中心にあった、氷川社、熊野社、来電社を明治6年に合資し、大鳥三社と合資したのが始まりである。その後、明治35年に、日枝社、東照宮、 大花稲荷社、八幡社を講師して、社号を現在の大鳥神社と改めた。当初は市内宮所の五丁目にあったが、後に現在地に移転した。なお、旧社地には現在も八幡、稲荷、氷川の三社の祠が残されている。大元となった三社のうち昔、木の神と言われる大樹があり、人々は木の神の難を逃れるために、お供え物をして祀っていた。 これを怠ると必ずたたりが起こり人々は恐れをののいていた。ある時人はのコウノトリが飛来してこの木の枝に巣を作り卵を産み育て始めた。するとオロチが現れて卵を飲み込もうとした。これに対しコウノトリは果敢に挑みこれを撃退させた。それからあとは木の神が害をなすことはなくなったという。人々は木の傍らに車を立て、 コーノス明神と呼ぶようになり、土地の名もコーノスと呼ぶようになったと伝えられている。ありがとうございます。